私は寒いのが大の苦手ですああ夏はよく遊びに出かけたりするのですが、うん、冬は出かけたりというよりは家でまったりという感じで出かけません、うん、じゃあ閉じてる状態だ閉じちゃってんだねそんな私もスノースマイルを聞いているときは冬もいいなと思ったりします、うんうん、あ開いちゃうんだねんですが まだまだ冬が苦手な私に冬を楽しく過ごす冬の攻略法を教えてください閉じちゃうんだね開いたい閉じたい開きたいんだな開きたいんだ開きたい羽富士君とかどうですかどうするんですか寒いじゃんえっとね僕はね寒い日に完全にあったかいあっ暖かいをしてかわいいあったかいをしてうるちゃいですあったかい格好をして 出るっていうのがすごく好きなんですよこうあったかい格好をしてそのすごくあったかいっていうのは非常にこうかゆいところに手の届くあったかいですよ、うん、えー、そこが僕は消せないな消せろよ <laughs> なんであったかい格好をするのは当然だろだ、うん、はいただこの子はきっと外に出るのが寒いと思ってるわけでそうでしょじゃあどういうあったかい格好をすれば、うん、そのあったかいを味わえるんだいだからタイツを履くとかタイツはいうん そうういヒートテック的なやつですよはいとか靴下を2枚履くとかそうですよねあとは手袋するとかあとやっぱり首元温めるとね全然違いますよねでも下手したらチャワーなんて腹巻き巻いちゃいますからね俺はもうちなみにですよ今靴下5枚履いてるしそういうのがあるんですよ聞きました本ソッックスのの冷え取りグズっていいうで枚ぐら 履くっていうのやってるんですよこいつは普通なのもうこう言ってるんですよエブリデイそれエブリデイですでうやあったかくしてノーツフェイスのノーツフェイスのあのノーツフェイスの登山の人が着るインナーをタイツですよ上下着てます毎日エブリデイエブリデイですよ昨日までのイエスタデイだからデカダンスってシャドウなの 腹巻あるじゃん腹巻も毎日してんの毎日ですよ夏でも同じものをそうそれから胃腸が少し強くなったの胃腸ですよね胃んでんか若い子に笑われたそうですよいやなかかわいそうでしょすげえかわいそうだよせっかく強くなったのにな若い子としゃべる機会があって若い女の子で 普通にいやなんか私もう一応弱いんですよねみたいな話になっからもうここぞとばかりにこの子にもう俺は好かれようと好きた心ですよこれがまさにこのこっから仲良くなってここからいい関係になってしまえって僕は思ったんですよお酒も飲めないしタバコも吸わないからね仲良くなる相手もここだと思っておい俺なんてずっと腹巻きしてるぜってこうやって見せたら な想像してみてくださいよそっから俺だってドン引きだよかわいそうでしょ縁がなかったんだろこのことはだからなるべく家の中にいましょうねうんうんそういうことじゃなくてあったかい格好して外でああそうですはいそうですよだからこう女の子だったらほら今年はこのコートとかあるじゃないですかそういうなんかこううんうんうん あったかいコート買ったとしましょう。うん、あったかいマフラーを買ったとしましょう。はい、手袋。はい。何、はい、ですか。あの耳のあったかいやつ。あったかいやつ。ね、そういう。なんかこう、はい。それ。全部自分の好きなお気に入りの可愛いやつがあるんじゃないですか。はい、ね。そういうのをこう。このアイテムがあってよかった。しかも、これ、私一番好きだしっていう。そういう。そういう、そのは悦に浸るんですよ。どうです。え、yeah。 何ですか僕が今話したことが意味があったんですかねすごくありましたそれこそやっぱ冬ならではの楽しみってことですよねいや僕、はい、もうそうですけどみんなそうだと思うんですけど冬の風景ってすごく止まったようでね景色が。えー 夏とは違うその冬の風景のあの止のまったようでね、うん、<laughs> まるで写真に撮った景色ですよ止まってるじゃない写真って <laughs> だんだんうまくなくなってきてる <laughs> 俺はね<ー>そんな止まったような景色が大好きで確かにね、うん 夏は生生ききる確かにね上は止まったようだねそうですね雪なんか降るとね静かになっちゃったりしてもう秀ちゃんは雪好きだからねうん静かな中をバーっていってねっャッキャッキャするのがね雪の時の静かな感じっていうのはもういいですよねしんと静まり返ってそれこそねんかその雪が降ったからっていうことで 自分で最大級の暖かい格好っていうのができるわけですよ。できるんですよ。っていうふうだこの間のツアーの話ですけどね藤原君すっげえいいすっげえもう最強のウィンドブレーカー買ったんですよねもうこれ聞いてりゃもうなんだ北海道なんか楽勝だとそれを着て北海道に乗り込んだんですよ「藤原さん羨ましいっすね」つって俺ら3人もね。そしたら藤 走れろ <laughs> 飛行機の、まあ、空港に乗った時「うん、走れろこれ全然ダメだ」って全然ダメだって脱いだらよ、うん、ジ君そのウィンドブレーカーを信じているから、うんうん、すごい薄着のあったかいものを着てたんですよ、うん、あれもあもうこれだけど俺十分だ これ十分だっつって外出て「うんうん、あ寒いや」っつってそのウインドブレーカーきて「あっすいません」始め始め始めっつって「札幌市内俺ら歩いたじゃん <laughs>、うん、ダメだこれあっちっつって <laughs> 脱いで <laughs> これだけで俺十分だったら、うん、俺これ買ったらすげえバカ見てんじゃん、うん、俺すげえバカ見てるじんじゃんねっつって俺らさん人。 そんなことねえよって言ってましたねその日あったかかった日だったんで現地の人も全然ダウン着てなかったあんま着てないよね北海道の人そもそも着ないっていうでもねあの時はねビビりまくってたから俺いやいいんだよそれくらいがちょうどいい寒さにというよりは風を引くごとにビビりまくってたからアーですかそうそうだから登山屋さんとかちょっと行ってみるとすごい上がりますよね上がりますよ是非とも行ってみてください